53km 道なりです。姫路の方まで行くんですけど、阪神高速から第二神明っていう高速道路、第二神明か、高速道路入るときに第二神明多分580円ぐらいするで、それが、阪神高速7号経由で行くと、神戸線経由で行くとちょっと安なるっていう、380円ぐらいなのかな、200円ぐらい、560円、180円安なのか、ちょっと回らなあかんから距離が増えんねんけど、時間もそんなに変わらんとは思うねんけど、ちょっと安なる方を今ちょっと今から行きたいと思います。港川ジャンクションでこのまままっすぐ行くと阪神高速3号線から第二神明に、途中で変わんねんけど港川ジャンクションで7号神戸線の方に行って、ちょっと上から回る感じになるのかな、山の方から回る感じ、まっすぐ行くと、須磨の方からね、海の方から姫路の方に行くんやけど、若干安なるっていう、帰りのルートの方がええかな、明るいし、まあ、帰りをもし取れたら、で今もう7時、夜の7時回ってんねんけど、やっぱ夜の7時になって空いてんねん、やっぱり夕方とかね、朝とか、まあ、昼間もやけどずっと混んでるけど、この時間は夜7時とかやったら空いてんねん。ただまあこっから第二神明はいいとして、第二神明の明石西で出てから加古川バイパス、姫路バイパスが混んどるよね。
7号のね神戸線に入ったら、戻るやつもあるからね、6号の方に。そっち行っちゃうとまたね、また全然ちゃう感じになる。戻っちゃうね。進みます。9km 道なりです。多分ナビはまっすぐやると思うねんな。ナビやるとまっすぐやね。神戸長田トンネル 3906m。 このカーブが過ぎたところの右側に、ね、ゴミが大量に捨てられてる。今どうやろ、年明けて。仕上げてどんな感じ、減ってるかな。あーでもまだこの辺ちらほら掘ってあるな。こんなとこに掘ってあるやつ拾われんよね、さすがに。ここになんか道合流するみたいね、高速道路。うわーめっちゃ増えてる、めっちゃ増えとった今。また増えてたゴミ。ここから S 字カーブやねんけど、この S 字カーブを、ショート動画で上げると、上げたら何もないのに先行っていうね、音楽使っちゃって、やたらと低評価が多くなったっていう。再生回数もね、なんか S 字カーブだけやねんけどめっちゃいってもうて、先行っていう音楽のおかげで。その代わりみんなあの曲が流れるとなんか落ちっていうかね。ここの S 字カーブ、ここの S 字カーブを取ったんやけど、今からのなんかあると思って期待してまうから、ただの S 字カーブやからみんな低評価っていう。
ックスの料金があるから、まあ長い距離乗ってんのやったらもうマックスの値段やから、ちょっと安くしようかなと思ったら第二神明をちょっと省い、ちょっとこれ遠回りになるけどちょっと省くっていう。もうちょっとしたら北神戸線凍結注意やマジっすか。およそ 3km 先、白川ジャンクション、阪神高速7号北神戸線を姫路方面です。左車線を使用します。で、白川南を過ぎて、7号線になるかな。ほら、これね、姫路っていう標識出てきたんで、もうあの標識通りに行ったら、いけるっちゃいけんだけど、まあ紛らわしい分岐は次のところかな、7号線に合流するところで逆方向行ってもうたらまた戻っちゃうんで、およそ500メートル先、白川ジャンクション、阪神高速7号北神戸線を姫路方面です。左車線を使用します。白川ジャンクション、阪神高速7号北神戸線を姫路方面です。車線行ってたら道なりやね。左車線行ってたら道なりっすね。およそ600メートル先、合流します。で、合流が、だからこの区間があれなんかな。ちゃうな。
ち幅広いね。車線のまま上げる10km 道なりです。で今北神戸線7号線に入りましたね。こう阪神高速7号線で、まだねここから明石大橋の方に行く、徳島の方に行く、まだ分岐もあるからその辺をちょっと気をつけなあかんねんけど、結構距離あるな。前からやったら距離と時間があるな。もう20分ぐらい経ってもで、あの7号線の方ね、姫路の方ね、これ左行って明石大橋の方に行ったら、まあ、ちゃうね。多分これ左行ってもまた第二神明でまた姫路の方に行けると思うねんな。でそう行くと最悪ね、そういう間違っても戻れるけど、金額がまた変わるんかな、どうなんやろ。この7号線走ったやつが意味なくなるんかな。阪神高速って車幅 2.5 メートル以上の全線通行禁止やった。車幅 2.5 以上とかってあんの、結構な幅広いね。車幅 2.5 やったら、多分この辺のトンネルを何個か過ぎるとパーキングはあるんですよ、前回っていうね。さっきの7号線を、宝塚三田とか宝塚の方に行っても白川パーキングっていうのがちょっと行ったらあるんで、あっちが行ってもなかなか、あの阪神高速パーキングがないから、
大体動物やん、なんか鹿とかイノシシとかタヌキとか猿とか亀やねんけど、亀飛び出してくるの、まあ、亀が来ても飛び出しはしへん、ゆっくり歩いてるから。600m 先合流します。いやもう合流してんねんけど、 600m 先じゃなくて合流してもうてんねんけど、多分今のさっきの合流のところで第2神明だね、これで元々の、港川ジャンクションからまっすぐ行ってたら今のまっすぐのとこから来てるんやね。28km 道なりです。でもこれ第二神明が明石西で料金じゃあって、そこからあのね国道2号の加古川バイパスで姫路バイパスって順番になっていくんやけど。流れで同じ流れやからね、だからあのバイパス結構スピード飛ばすから事故多いんやろな。で事故多いし、事故したら終わりなんやね、あれめちゃくちゃ渋滞すんだよね。
結構あるな、前からも結構あったな。これ俺と175号線、前に1回ね動画で175号線の動画あったと思うんですけど、線香の観音開きがあった道ですね。パーキングエリア上りと下りあるんやけど、入るところは別なんやけど、あの真ん中でね繋がってるんですよ。あのお店の中入ると、あの反対側にも行けるんですよ。言うてる間に明石西の出口があって、第二神明が終わって国道2号線前バスになる。明は明石の、明石と神戸をつないでる高速道路ってことなのかな。
距離あったな。結構長いとこだと思ったな。なんかイメージ的にね、第二神明ってそんな長く長いあれじゃなかったよ。あれか、神戸もあったからか。でも港川ジャンクションからそのまま行っても多分同じぐらい、そんなに時間変われんから30分ぐらいだな。第二神明30分ってことは、まあ70キロとして35キロぐらいあるのか。結構あるね。また明石市に入るよね、これ。明石西の出口っていうのが第二神明の終わりですね。そこから姫路、加古川、書いてあるよね、加古川バイパス。もう混んでないやろ、この時間。どうなんやろ、8時まあ、まっすぐ行ったらね、そのままで行けんねんけど、まあ、ちょっとでも安くしようという